保津峡。保津峡は、京都府亀岡市から、京都市京区嵐山の渡月京に至る保津川、桂川の渓谷である。保津川峡国とも、川下りや観光とッ個列車で知られる、継承地であり、京都府立保津峡自然公園に指定されている。丹波高地を発した桂川は、亀岡盆地から、京都盆地に出るまでの 11.5km にわたって、 アタゴ山南独の強硬な山間部を蛇行して流れている。この山間部の渓谷がホズ峡である。直線距離にして 7.3km を 11.5km もかかって流れる。この蛇行の原因はホズ峡が先行国であることによる。これは勾配が緩いため川が自由に蛇行していた後から川を横切るように東西走行の丹波総群が 徐々に隆起したが、その速度よりも谷の下国、下方侵食速度が速かったために、蛇行していた流路がそのまま残ったものである。渓谷は、巨岩、巨石に飛んだ急流とトロが続き、大高瀬、二股の瀬、殿の魚場、女淵、エボシ岩、鎧岩、貝類は、諸物岩、ライオン岩などの見どころが連なっている。砂岩にハイキングコースはあるものの、 嵐山から JR 保津京駅の間は清滝を経由していて渓谷沿いではない。安土桃山時代から江戸時代初期の京都屈指の豪商である門倉良尉が丹波から経営の物流に保津川の集運を用いることを計画。それまで急流と巨岩の続く保津川ではわずかに木材のいかだ流しが行われていたに過ぎず丹波からの産物の輸送は神馬頼りであった。 1606年、慶長11年3月、門倉は、幕府から、河川改修工事の許可と通行料徴収などの、権利を得て、工事に着手。巨岩は、六路作で、引き、水中の岩は、鉄椎で砕き、水上に出ている岩は焼き砕き、浅瀬は、石で埋めて、深くし、幕府は上流をうがって鳴らしている。これらの工事をわずか5ヶ月で完成させると、 高瀬船が通えるようになった。以後、保津川の周運は丹波と計を結ぶ動脈として発展する。この周運も1899年、明治32年の京都鉄道、後の山陰本線の開通などの陸上輸送の発達によって、1948年、昭和23年頃までには姿を消した。京都の代表的な観光地である嵐山。 佐賀野に近いことから、1885年、明治28年に、観光客を対象とした遊覧船による川下りが行われるようになった。この風流な保塚川下りは、夏目漱石の首人僧をはじめ、水上勤とむ、すすきだ旧金、大町慶月、三島幸男などいくつもの文学作品に登場した。当時は、京都から人力車に乗って、老いの坂を越え、 篠町長王子を経て保津川の亀岡盆地から保津峡への入り口にあたる山本浜、現在のトロッコ、亀岡駅あたりから乗船した。ルーマニア皇太子やイギリス皇太子などの品格も興じたことから王子から山本浜までの道のりは偉人道と呼ばれた。その後、川下りは大衆的なものとなり、また乗船場も JR 佐賀の線亀岡駅近くに移された。 1960年代は、阪急電鉄が経営に当たっていたことがある。阪急が5年間で経営から撤退した後は、保津川優先企業組合が経営に当たっている。現在の保津川下りは、約16キロメートルの距離を、約2時間かけて行われ、春の筒子、亀岡市の花や秋の紅葉などを楽しむと、四季折々多くの観光客が訪れる。かつては、 一旦荷物を積んで川を下った高瀬船は人に引かれて約4時間かけて保津川を遡っていた。保津川の右岸には船引き地が作られ、妊婦が川に浮かべた船を引きながら、ここを川上へ歩いている。遊覧船もかつてはこの道を使い川を遡らせて亀岡まで戻していた。現在では遊覧船3層を積んで亀岡へ戻るトラックを国道9号で見かけることができる。 一方、仙道は、佐賀の線の佐賀嵐山駅から亀岡、その別方面行きの電車で、保津川を遡って亀岡へ戻っている。桂川河川改修事業で行われる、堤防火騒上げ工事に伴い、2011年、平成23年2月1日、従来より30メートル下流に移転した、新しい乗船場での営業を開始した。 保津峡で保津川下りと並んで有名なのが、佐賀の観光鉄道が運行している、佐賀の観光線のトロッコ列車である。路線は、山陰本線の佐賀駅、現在の佐賀嵐山駅、馬堀駅間の急線を利用していて、保津峡の渓谷沿いを走っているため優れた景観が楽しめる。国鉄は、山陰本線の輸送力改善の一環として、佐賀駅、 馬堀駅間のホズ川沿い区局部をトンネルで直線上に短絡する線路付け替え工事を着工し JR 西日本発足後の1989年平成元年3月5日に開けさせたこのため急線は廃線となって放置されていたがホズ橋の優れた景観を活用するために JR 西日本の完全子会社の手により1991年平成3年から 観光専用鉄道として営業。以来、多くの観光客を集めている。旧ホズ京駅は、トロッコホズ京駅になっている。なお、山陰本線も佐賀野線という愛称が命名されている。近年、主に若年層の間で人気を集めているのが、ラフティング、コマーシャルラフティングによる、ホズ川下りである。ホズ川下りとほぼ同じコースを、ゴム製のラフト、 ゴムボートで下るラフテングは一般的には観光川下りよりもスリルが味わえ、かつ自分で操作するという満足感を味わえるために人気が高まり、複数の業者が開催している。嵐山からは六町峠を越えて、トロッコ保津京駅対岸と JR 保津京駅そばを通って水をへ抜ける不動50号があるが、これは地元の生活道路で利合困難な上、 注射できる場所もほとんどない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。